Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょうか。Biohazard 6をやりながら人生相談乗っていきたいと思います。前回は、なんかね、大学構内を、まあ、ぐだぐだ言いながら、なんとかね、抜け切ることができて、で、今ね、抜け切って、そして、地下鉄に入っていくというパートになっていきます。Leon, Helena, we'll be out of contact when you're in there. ここね、なんかどういうあれで来るのかが分かんなかったりするから、その、どういうあれっていうのは、寝てますか。電車が来るんですよね。それをね、どう切り抜けるかっていうのがね、どんなコマンド来るかがさっぱり分かんないから、もしかしたらお亡くなりになるかもしれないですけど、まあまあそこら辺はいいでしょう。さて、ゾンビがやってきましたが、ゾンビがやってくる前に、早速ね、ヘレナに相手してもらいながら質問を読んでいきましょうか。デデン。今の職場で電話を中心に営業をしています。しかし電話が苦手で、ノルマもあるから仕方なくかけていますが、いつも出るなぁと思ってます。実際相手が出ても、うまく話すことができず、成績も伸びません。何か対策はないでしょうかということで、はい、ご質問ありがとうございます。とりあえず、ご褒美、なんだ？ご褒美。ありがとうございまーす。ということで、ご褒美をね、差し上げることができましたんで、早速ね、質問のご質問ね。電話営業か、僕もねー、新卒の頃やりましたね、電話営業ね。まあ、その、どっちかっていうとそのルート営業だったん、ルートというか、まあまあ、新規のお客さんも開拓もしてたけど、どっちかっていうと、まあ、既存のお客さんに向けてね、いろいろと、あんな商品どうですか、こんな商品どうですかっていう機会のことが、まあ、多かったっちゃ多かったんですが、まあ、そうは言ってもね、電話本当にね、嫌いだったんで、気持ちはすごくわかりますね。出なかったらいいのになと思っても、でもその、普通にシンプルに営業成績で良かった、悪かったっていうだけじゃなくって、なんて言うんだろうな、その電話を過電した件数と、それから、繋がった件数、まあ、要は提案することができた件数。おぉ、危ね、めっちゃ切ったわ。その、電話、おぉ、ちょ、どう表現したら、ゾンビに組みつかれてたら、やられましたみたいな。相談に乗らせろよ！まあ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 いいや。どっからだ？とりあえず進んでいこうか。そう。だからね、家電件数と、多分ね、何件繋がったかっていうのが、結構、あ、いて、やばい。どいて？っていうのが結構ね、ノルマだったりするんですよね。ね、それでしかもさ、電話って今時さ、なんかほんとセンスないよねって感じるんだよね、個人的にはね。マーケティングが整ってない会社だから、そういう風にしてやらざるを得ないっていうのがなんかもうバレバレというか、なんかそんな気がしますけどね。まあまあそんな話はいいとして、まあ大体ね、まあ、営業電話ってまあそういう話的なところでいくと、まあ、正直100本かけて、まあ、1本、その、アポイントが取れたりとか、制約につながったりとかっていうような、レベルなんですよ、確率で言ったら。で、そんな中で、その、一本一本電話をね、かけてね、確実にその成績取るぞとかね、制約に結びつけていくぞっていうふうに、もし考えてらっしゃるのとしたら、それはまあ、もう、鼻から諦めた方がいいよっていうのが正直なところですね。うん。はじめからその電話営業をかけて、そんなにホイホイね、営業が取れるっていう風には、そのノルマを与えている会社としても、まあ、そこまで真剣にね、考えているものではないという風に思いますんで、まあ、そんなレベルですから、そもそも営業電話で、まあ、成功させるぞとか、成功するっていうのなんか、もう正直、なんか奇跡に近いレベルなんで、まあまあ、むしろ、なんか断られて当たり前というふうに思って、なんか開き直った方がいいですよ。で、まあ、断られること前提に、なんて言うんだろうな、大事なのは、その一件一件、丁寧にかけていくっていうよりも、もうなんか喋ることのテンプレっていうのを作ってしまって、で、すいません、お世話になります、どこどこのなんとかですけど、みたいな感じで、とりあえずまず
ハキハキ喋る。営業電話で、なんか僕も、なんて言ったら、迷惑電話あるじゃないですか。よく、不動産に入れませんかとか、なんか、最近だったらビットコイン入れませんかみたいなね、ことを、最近、迷惑電話でかけてくるケースっていうのは非常に多かったりするんですけど、ああいうのも、ほんとうざい。ですよね。で、そんな時に、中でも特にうぜえなーって思う電話って何かっていうと、今、お時間よろしいでしょうかって、ね、何そのテンションみたいな感じで電話してくる人たちがいるんですけど、あれマジでやめてほしいなって思うんですね。だから電話を受け取った人、忙しいんですよ、電話を受ける人たちみんな。っていうのを考えた時に、電話を受け取ってる人たちが、なんか、ちょっとこいつの話聞いてみたいなって思うかどうかの線引きっていうのは、やっぱり元気さっていうのがまず第一歩なんですよね。元気がないのに、なんか、とりあえず、かけてみたけど、俺の話聞いてくんないって何様目線だっていう風にね、思うところがあったりするんで、そういうの考えると、やっぱりまず第一声は元気であることっていうのが大事。いて。それはまあ忘れない方がいいかなと思いますね。だから多分、こういうご質問されている方は、電話営業が苦手って、僕もね、新卒の頃に上司に言われましたよ。元気がないと。お前そんなさ、すいません、ブルーホースと申します、みたいな、どこどこのブルーホースと申しますが、っていうふうに、そんな電話されたら、なんか、陰気臭くて嫌だろっていうふうに言われて、ああ、でもまあ、それはおっしゃる通りでございますね、とかっていうふうに思ったんですけど、あれ？ゾンビ多いな。ああ、死んでる。っていうふうに思ったんですけどね。まあ確かになと思って。で、そっからまあ元気はつらつにしたら、まあなんとかなったっていうところなんですよね。だから、まあ結構ね、その上司にそのことを指摘されていじめられたり、いじられたりか。いじめられてはない。いじられたりみたいな結構ね、散々なこともあったりはしたんですけど。Great. How's that for timing? まあ、だから、電話営業はね、もう断られて当然の話ですっていうことくらいでね、思っといた方がいいと思いますよ。なんかめっちゃ飛んできた。まあ、ヘレナがなんとかしてくれるでしょう。なんとかしなさいよ、ヘレナ。ほら、二人が、はいつくばってるよ。当たっちゃかった。オッケー。あ、いやー。エッチ、あ、助かった。なんか、いまいち体術の、距離感が難しいな、これね、すごい。まあ、そんな話もつつ。ね、まあ、皆さん自身がどうかっていうことを考えたら、ね、いきなりで営業電話かかってきてね、あ、こいつの話なんか気持ちいいから買ってみようかなって思うことって、まあ、ほぼほぼ確率としてないと思いますから、そういうことを考えたらね、まあ、そんな真剣にね、営業電話なんていうのね、かけなくていいっすよ。あ、断られるなっていうのを前提にね、お気軽にお気軽に、話をしたらいいと思いますよ。まあ、ただ、とはいえ、やっぱり、ガンガン売らなくちゃいけないっていうのも事実だったりするんで、村さん、コーヒー飲んでた。Not my lucky day. ガンガン売らなきゃいけないっていうのもまた事実なんですよ。やっぱノルマっていうのがあるんでね。だからそういうのを考えると、何を考えたらいいかっていうと、一本一本の営業電話を丁寧にかけて、制約を取るっていうこと以上に、どれだけあなたに対して心を開いて、で、なんて言ったらいいんだろう。あなたの話を聞いてくれる時間をどれだけ取ることができるかって、これを一つのゴールにするっていうのは大事ですね。あれ？カウンターアクションが出ない。あ、ちょ、うっそん。I'm glad you're here. あ、超なんか鬱陶しいな、これ。ご褒美プレイ。やべ、体力なくなっちゃった。退避。そうそう。だから、なんて言うんだろう、営業電話って、まあ、訪問だとしても、まあ、大体そうなる可能性って結構高いんですけど、やっぱり、
単純接触効果って言って、何回も何回もね、あのお客さんが電話してきたりとか訪問で営業かけてきたりとかっていう風にすると、なんかあこいついいやつだなとか、なんかもう何回も何回もかけてきてるし、そんなに悪いやつなんじゃねえかっていう風に思ってくれて、で最終的にお前から買ってやるかとかね、お前の話だったら聞いてやるよっていう風になってくるんですよ。あのよっぽどね、あの下手な営業をかけない限りは、だから一回一回電話をかけるたんびに、あなたの話を聞いてくれる時間がどのくらい取れるのかっていうのを一つのゴールとしてやってみるっていうのはいいかなと思いますね。だからこれも、まあ、たかだか電話で作ってもらえた時間が長ければ長いほど、別に営業成果が上がるかとか、営業成果が磨かれるかって言ったら大した、話にはならないんですけど、まあまあ、一つの、ノルマ、自分に課すノルマ、目標として、1分話聞いてもらえたとか、2分話聞いてもらえた、今日は5分も奪えるようになってきたなっていう風になったら、まあ、それはもう営業電話っていうのが、そもそもその喋るっていうこと自体が得意になってきているという風に判断してもいい頃なんじゃないかなという風に思いますんで、そんな時期になってきたら、まあ営業電話は自信を持ってね、かけてくれたらいいかなっていうふうに思いますね。はい。やばい。やっぱマウス操作って難しいな。グイッグイッグイッってなるからね。距離感もつかめないし。まあとはいえね、最後にね、まあ、大抵営業電話なんて一言目に、あ、今忙しいからって言ってシャットアウトされるっていうのが、もう常というか残念ながらそういうのが心の当たり前なんで、そこで心を腐らせずにね、あ、そんなもんなんだな、くらいに思って頑張っていただけたらと思います。はい。一個の質問に10分もかけちゃった。すごい丁寧に回答してるけど、これでいいのかな、ちょっとメンタル的な話をしてる気がする。はい。え、ちょっと待って。おいって。生きてたのか、我。ええ。迷惑こう盛り上がったようにやろう。お姉ちゃん。お姉ちゃんだ。目がいっちゃってる。一子しかまとってないよ。もうちょっと下を見せ。まあいいや。じゃあ次質問いきましょうか。今回二つしか答えられないかもしれない。しないな、めっちゃ叫んでってる。はい。友人に彼女の写真を見せたらブサイクと言われました。自分にとってはかけがえのない人なので、そんな風に言われたことがショックで仕方ありません。今向こうはフリーなのですが、彼女ができた時はどんなに美人でも同じこと言って復讐してやろうと思いますが、他に何かいい方法はないでしょうか。向こうはフリーっていうのは、その彼女さんのことじゃなくて、そのなんか侮辱してきた友達のことでいいですかね。痛い。違う。ということでいいんですかね。はい、わかりました。まず結論言うと、同じ方法で復讐するのはやめた方がいいですね。まあ、そのクソみたいなこと言ってきた友人の、にね、できた彼女さんの耳に届くかどうかっていうのはわかんないですけど、結局、一番傷つくのは誰かっていうことを考えると、その彼女さんなわけですよ。うん。ね。で、そもそも、そういうクソみたいなことを、言ってくる、彼氏なんで、彼女のことを悪く言われたところで、あ、別にそんな大したことねえしって分かってるしとかってね、本当は自分の彼女のことが美人だっていうふうに思ってるのに、と関わらず、なんか、なんて言ったらいいんだろう、開き直って、いやいや、別に俺、こいつといつでも別れられるしって言っときながら、本当は、いや、本当最高の彼女なんだけどなくらいに思ってるんですよね。だから強がるタイプだと思うんですよね。まずそういうこと言ってくるのっていうのは、一つ考えられるのは、あなたに彼女ができたことが悔しいから、とりあえずそういうことによって自分がなんか優位に立ってるというか、気持ちよくなろう、マウントを取ろうっていうふうに思ってるだけなんで、まず彼女がいるっていうこと自体が、まあ上か下かっていうことがそもそもそういうあれじゃないんですけど、別に上下っていう話じゃないけど、まあ、ひとまずね、最愛の彼女がいるっていう時点で、社会的にですね、客観的なステータスで言ったら、まあ、あなたの方が上なんで、まあ、そこは気になさらずいいかなと思いますね。はい。どういう蹴り方？と思いますよ。で、まあ、今言ったように、最初の方に言ったように、結局、あなたが、じゃあその、クソの友人、まあ、クソの友人って言っちゃったけど、
その友人にできた彼女がブサイクだよねって、その友人の方に言って彼女に直接言わなかったとしましょう。でも遠回しにやっぱり彼女のことを傷つけてて、友人は何らね、あの傷を負っているわけではないので、だからそういう意味でいくと、あの彼女を傷つけないためにも、あのあなたはそれを言うべきじゃないと僕は思います。うんうん。だから一番そのそいつに対していい復讐方法ってないって何かっていうと、あのね、あなたが今のその侮辱をしてきた友人に対して、その今あなたがお付き合いしている彼女さんとあなたが幸せに一緒に過ごすことなんですよね。うん、それが一番の復讐方法になります。はい。Peter! Peter! Peter! でもね、このピーターはね、スピーパンのピーターとは違うからね。で、あの、まあ、今のは彼女さんとあなたが幸せになるっていうことが、もう何よりね、大事なことなんですよね。まあ、それがすごくいい、復讐方法だと思います。まあ、復讐って言い方はどうかなとも思ったりするんですけど、まあまあ、そういうこともありつつ、で、他にですね、あともう一つ、いい方法じゃないな。まあ、あともう一つね、あなたが自信を持っていいよって思うのが、そうやって彼女さん傷つけられたわけですよね。あなたも傷ついてると思うんですけど、彼女さんも傷つけられたと思うんですよ。で、そんな彼女さんのことを思って怒ることができるあなたが素晴らしいなって僕は思いますよ。うん。だからね、そんなね、なんか人のことを、平気でね、悪口って傷つけてくるような人のことを気にするっていうよりも、そんなことよりもね、彼女 の幸せのことを願って、その彼女のためにできることっていうのは一生懸命ね、やってあげるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうには思いますよ。やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、あれなんか急に操作が難しくなったかな、うん、と思いますけどね。うん、誰に向かうべきかっていうことを考えるっていうのが大事なんですよね、こういうのがね。ご褒美プレイ。やばい。帰る。戻る。撤退。戦略的撤退。で、まあ、あとはね、一つは、彼女のことをブサイクだって言われたっていうのは、もう本当に腹立たしいことだと思うんですよね。腹立たしいことなんで、それはまあ事実だと思うんですよ。僕も中学の時に、初めて付き合った彼女が、すごい、綺麗な、タイプだったんですけど、まあ、友人というかね、他校の、まあ、バスケット仲間っていうかね、うん、まあ、ライバルであり仲間でありみたいな人がいたんですけど、そいつに、大したことないじゃんって言われた時、めちゃくちゃ腹立ったんですけど、まあ、僕が取った手段というか、僕がその時に言ったことっていうのは、でって感じですね。うん、で何みたいな。彼女いないじゃん、お前って思って。うん、彼女いないお前がなんか、いぎがってんじゃねえよみたいな風に言って、まあまあ、中学生くらいだったらね、やっぱり、ね、彼女がいるいないでね、結構、マウント合戦みたいなのがね、あったりしますから、うん。あれ、うん、あれちょっと待って。全然来ないぞ。おー、ゾンビちゃんが来てたのか。お、うん。キック。ホールプレイ。生きてる。すごいな、こいつ。強っ。ゾンビ勝って。Good. You made it. You can reach the street level from there. 非常に出ました。What are conditions like up there? まあ、It's gotten pretty bad. Hell on earth isn't much of a stretch. その友人って、本当に友人って思いますけどね。だって彼女ができたらさ、本来さ、その、お前よかったなーっていう風にさ、彼女できてよかったなーって、今度、俺にも紹介してくれよーじゃないけど、なんか、紹介してくれよって言ったらなんかちょっと意味が変わってくんだ。彼女奪う気かってなっちゃうけどね。うん。なんですけど、うん、喜んでくれるはずなのに、そこをなんかね、お前に彼女できんのとか、ブサイクなんじゃねみたいなことを、まあ、言ってくるってことは、あなたはその人を友人って思ってるかもしれないけど、もしかしたら相手はね、友人だって思ってくれてない可能性の方が高いから、まあ、遅かれ早かれ縁切った方がいいんじゃないかな、というふうに思いますよね。まあ、ストレートに言うと喧嘩になっちゃいますから、まあ、自然とね、フェードアウトしていくっていうのがいいんじゃないかな、というふうに思います。ということで、もう動画もかれこれ20分近く回っておりますので、今回すいません。ちょっと2つしか質問に答えることができなかったんですけれども、
市街地に、出ましたので一旦ここで切りたいと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。